こんにちは、はじめしゃちょーです。皆さん最近星見ましたか？星が見たいんですよ、僕。綺麗な星。プラネタリウムとか家の近くにないし、なんかこういう双眼鏡とかも持ってないんで、で外が出ても夜寒いじゃないですか。どうやったら星が見れるかなと思った時に、こちら、ギャラクシーライト、室内用スタープロジェクターというものがあります。もうまさに、もうなんかね、こう置いてバーってやったらもうね、部屋中がね、星だらけになるみたいなやつですね。もうシンプルに考えると、これを使えば部屋の中でも星が見れるんじゃないかと思いました。買ってみました。開けてみましょう。小さいな。え、こんな小さいの？まあでもなんか分かりやすそうですね。 USB ケーブルは何に使うの？え？うわっ！あ、大丈夫か、OK。 フィルムを入れて正解だな。これでいいのね、OKOK。 これでもういいらしいです。で、あとはもう電池入れればいいんじゃね。やった、簡単だ。なんか星見るやつだからなんかすげえ難しいのかなとか思ったんですけど、思ったより簡単そうっすね。電池さんも入れて電気を消しました。よし、じゃあつけまーす。3、2、1。あ、待って、伝わるかな。なんか2種類ありますね。これがパリピモードですね。パリピモードと普通のやつがあります。あ、すげえ、これわかるかな。なかなかね、多分そっちからだとわかりづらいと思うんですけど。ちなみにパリピモードにしてみますか。パリピモード、オン。あららら、これはパリピですね。天井がもう激しすぎるの、なんの。はい、というわけで伝わりますでしょうか。これプラネタリウムか。多分これね、パリピモードじゃない方が普通に綺麗なんですよね。うん、これぐらいが一番いいかな。こういう感じで部屋中が星空にできるわけでございます。ライト、ここで僕思ったんですけど、若干弱いなって思ったんですよね、光が。なんかうっすらと星とかがちょっとキラキラしてるぐらいだったんで、これもっとたくさんの星を壁中にこうつけまくったらめちゃくちゃロマンチックなんじゃないかと思いまして、今回このおうちプロジェクターたくさん準備しました。これだけたくさんのプロジェクターがあれば、より幻想的で美しい部屋になるんじゃないかと思いまして、今日はとても綺麗な動画ですよ。皆さんに最高に美しい、ロマンチックな星空を見せてあげると思います。でこ！作っていきます！電池！できました。この部屋はさぞ、満天の星空になるでしょう。置き方を工夫しなきゃね、ちゃんと置かないと多分、綺麗な星にはなんないんで、でもちょっと綺麗な円を描く感じでセットしていきましょう。はい、というわけで早速全てに光を灯していきましょう。まずはパリピモードではなく、普通にあの綺麗な光の方でやってみます。スイッチ、オン。ふん。ただまだわからないです。いいですね、もうすでにちょっと光を感じるんですけども、部屋を暗くしたらこの部屋は、どうなるのでしょうか。スイッチ、オフ！おまあまあ綺麗ですね。綺麗だけどもな、なんか星じゃないんだよな。俺顔もひでえな。ちょっとぐるっと部屋見回してみましょう。空は汚いな。え、顔怖っ。はい、というわけで上から見るとこんな感じです。まあ、若干明るいぐらいなんですよね、実際。いや、でも綺麗だな。なんかすごい壁がね、チリチリに光ってる感じではありますね。うん、まあまあですね。大事なのはここからだ。次はもう全部パリピモードで部屋を光らせてみましょう。こっちが本番ですよ。この感じの光弱いって言ったらもうパリピモード待ったなしってことなんで、全部パリピモードにしていこうと思います。オン。ウェーイ。では早速パリピモードで部屋を光らせてみましょう。スイッチ、オフ。まあ俺がするんだけどさ。いきます。はい。おいおい。ディスコじゃねえか。